狩猟をやっている王たちに銃を持たせず、豚を買わせてですね、自分たちはいざとなれば王ロたちが反乱した時のために銃を持ってたというですね、まあなかなかこう大人のえげつないところが出てきますよね。 もう一つのですね、恐怖の演出なんですけども、あの、ジムシーの報告で、ガンボートが上陸してきたと分かって、村で会議が開かれます。で、それはもう戦うべきかどうすべきかという会議で、おとなしく食料を渡して帰ってもらいましょうよっていう、まあ女性の意見のとかも出てくるんですね。で、それがですね、もう、状況が戦うというふうになった理由がこれです。えー、大第一船長の部下のドンゴルスが、さっき言ったようにですね、あの、レプカの目的は占領ですと。 インダストリアに俺たちはいました。そこにはレプカというやつがいました。あいつは本当に悪いやつで、あいつの目的は占領なんですと。だから、あの、村でおとなしく食料をあげて帰ってもらいました。そんなことはできませんというふうに言うんですね。それに対してですね、村長がもう大演説します。えー、大変、大変動のあ、大変動の後、20年かけて村を作った。 麦が取れないときはみんなえ死に仕掛けた。でも、なんとかこの村を作ったのはインダストリアにくれてやるためじゃないっていう大演説をしますね。これ何かというと、あの、七人の侍なんですね。クロ映画の七人の侍を2分で駆け足でやってるんですよ。だからここら辺の展開めちゃくちゃ早いんですね。で、えー、結局みんながおーって立ち上がったとですね、山道を固めてるんですけど、注目すべきは全員銃を持ってるところなんですよね。あの、ハイハーバー案外物騒なところ。 ところなんですよ。<laughs> 平和な村のふりをしてですね。王羅たちは、あの、銃を持ってるですね、ハイハーバー、あ、違うた、インダストリアの戦闘員に対して、あの、鍵詰だけで戦ったんですね。ところが、ハイハーバーの元村側はですね、全員領銃を持ってるんです。銃を持ってるんですね。ここら辺の書き分けもですね、この旧、あの、戦闘でですね、すごい手早くやってるんですけどもですね、狩猟をやってるオーロたちに銃を持たせず、 豚を買わせてですね、自分たちはいざとなれば、王ロたちが反乱した時のために銃を持ってたというですね、まあなかなかこう大人のえげつないところが出てきますよね。で、まああの、このあたりでですね、女の人がですね、えー、おとなしく、あの、なんだろうな、食料をあげて帰ってもらいましょうよというのは後半の伏線になっています。で、いよいよですね、インダストリア、はい ガンボトのですね、本格的な攻撃が始まります。砲撃が始まってですね、ラナの家が弾が当たって炎上してしまいますねで。村にだん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 弾が、あの、着弾が近寄ってきます。それをなんか不安げに見守っている女性たちの後ろ姿は女性たちっていう、この書き方です。ラナはですね、案外村を、あの、家を砲撃されても動じません。 あ、もう平和は戻らないのに分かったという感じで,ですね。村に行きます。しかし、村に残っている女性たちですね。一番下のコマはですね、徐々に迫る砲撃を見るしかないんですよ。あの、だん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 大砲の着弾が自分たちの村に近づいていくところを見るしかないと。で、ここでですね、会議で女性たちは、あの、おとなしく食料を渡して帰ってもらおうと言ってた伏線が生きるわけですね。結果的にですね、ちょっとこれ、 小さくて分かりにくいんですけども、えー、この部分ですね。村の集会所にですね、白旗が上がってしまいます。えー、上がった事情はですね、オーロたちが村の女の人たちにですね、えー、モンスリーからもらったピストルを突きつけて脅してるからですね。これもね、あらかじめオーロたちも銃を持っていればもうちょっとインダストリア等の戦いになったかも分かんないんですけど、まあこのことをさら言ってもしょうがない。で白旗を上げさせて、 もう戦闘の決着がついたところでですね、えー、例の峠の抜け道を通って、モンスリーが戦闘でやってくるというシーンです。もともとですね、村に対してですね、漢方射撃があってですね、着弾があってもですね、村長はあんまり動じてなかったんですね。他の村人たちが村に帰って守りを固めるべきだというふうに言われても、いや、敵の主力は この峠の向こうだから俺たちはここを動いちゃいけないという正確な判断をしたんですけど、しかしですね、集会所からですね、白旗が上がってしまって、みんないっぺんに腰が抜けてしまいます。もうこれは大阪夏の陣のですね、徳川家康の作戦ですよね。あの、いわゆるですね、あの、発言権の大きい淀ドがいる大阪城の天守閣を狙ってですね、カルバリン砲というですね、イギリスから輸入した大砲をぶっ放して、で、それによって、その、 絶対にですね、安全なはずのですね、大阪城の天守閣まで狙われたというふうなことで、えー、なんだろうな、あの、戦闘部隊ではなくて、大阪城の政治家側、 のですね、トップであるヨドギミがですね、ああ、もうこれは降伏しましょうというふうなことになって、大阪の夏の陣が一気に決着がついてしまった。このカルバリン法というのは、まあ、あの、エリザベス女王がスペインの無敵艦隊を破るために、あの、大量に量産した大砲の一つというふうに言われているんですけれどもですね。あの、モンスリーの戦上手すごいですよね。一番最初はですね、村、村の反対側にハイハーバンに上陸しちゃったので、本来この上陸作戦失敗だったんですよ。しかし、 えー、で、おまけにあの村を破壊するのは禁じられてるんですね。あの、あ、冬の陣だった <laughs> ごめんね、えー。村を破壊されてるのは、あの、破壊するのはですね、あの、そうか、夏の陣は外で戦ったの。冬の陣、ありがとう。で、えー、っとね、あの、インダストリアからですね、今回の侵略で村を破壊するな、つまり生産力を落とすなというふうに言われてたんですよね。な なので、まあ本来は一回引き返して仕切り直しかなというふうに思ってたんですけども、ところが捕虜の往路を利用する二面作戦に切り替えてですねえ、敵の戦闘部隊を自分たちの主力を置いとくことで釘付けにしといて、で、願望とはほっそり あの、島の反対側に回すと。で、これで漢方射撃するだけだったら脅しにしかならない。だって、漢方射撃で村本体に当てちゃいけないんですよ。生産力を落としていけない。ところが、あらかじめですね、逃がしておいた王ロたちにですね、えー、白旗を上げさせて、まあ、あのー、揺さぶらせて、で、えー、降伏させるというですね、もう本当にあの、うまい作戦でした。 戦闘、今回の戦闘、最後はですね、えー、コナンのですね、ラナに触れるな、ラナに触るな、ですね、有名な、えー、ラナがですね、官房射撃の衝撃で気絶して倒れて、インダストリーの戦闘に囲まれてます。 で、まあ、実にですね、嫌な笑いを浮かべながらですね、戦闘員たちが、ふフふフふっふって近づいてきたらですね、そこにコナンの森が、ぐさーとラナギリギリに刺さってですね、ラナに触るなーと走ってくるところでですね、えー、今回終わりですよね。あの、やっぱりね、ここね、見どころの一つだと思うのは、宮崎駿の恋愛論みたいなもんなんでしょうかね。あの、 ラナギリギリに森を投げるっていうのは自分の力持ってる技の自信でもあるんですけども、うん。 触られるぐらいだったら死んでも構わないというのは極端かもわかんないですけども、そこぐらい思ってないとここまで思い切ったことできないです。もうちょっと外れたところへ投げるんですよ。でも、ランナに迫ってくる手を防ぐにはこれぐらいギリギリに投げるしかないという思い切りもあるんですけど、ちょっとその走ってくるコナン込みで、少しね、その、ちょっ コナンの狂気みたいなものがですね、見えた回でもあります。なかなかね、あの、コナンって優しい思いやりっていうのをいつもいつも見せて、ラナの安全、ラナの命っていうのを絶対前提にやるんですけど、そのコナンですら自分の中のパトスというんですかね、情熱というやつで,ですね、あの、森を投げるとマジギリギリになってしまったっていうのがですね、面白いところだと思います。